どうも TQQ です。シーズン5先行プレイさせていただいたんで、アップデート内容を紹介していきます。今回のバトルパスのテーマはファンタジー、魔王ラインハルトから魔法の王国を救えと、ほんで今回のミシックスキンはトレーサーです。バトルパスとともにストーリーが進んで、ミシックスキンもレベルアップ。最終形態のトレーサーは風、水、炎、属性も変更可能になってます。今までと同じくヒロイックのイントロも変化します。新アーケードディフィート・ザ・デーモン・ロード、魔王を倒せっていうやつなんですけど、1対4で魔王のラインハルトと戦うモードらしいです。でライフウィーバーのアンロックチャレンジの追加、課題を達成するとアンロックできるみたい。未完了のウィークリーチャレンジのリセット廃止、前の週の進捗が持ち越されるようになるらしい。でマッチメイキングの改善、より狭い範囲の SR でマッチングするように。パーティーの場合はスキル幅の近いパーティーとマッチングするらしい。ソロとパーティーがマッチしにくくなるみたいです。ほんでなんと待望のオンファイヤが復活と。オンファイヤとは活躍時、連続キルとか救出した時に左下のアイコンとスコアボードが青く燃えるシステムなんですけど、たったそれだけなんですがかなりテンションの上がるシステムになってます。スコアボードも燃えるんで相手にも見せつけることができます。しかもシーズン5では2段階オンファイヤへ進化、レベルアップっぽい効果音とともにさらに大きく燃えます。嬉しいです。ウェーブに勝ったら気だるい感じで誰が燃えてるかっちゅう話、これで決まります。オンファイヤゲージはないみたいです。ということでこっからはヒーローの調整。まずはジャンカークイーン、コマンディングシャウトの追加ライフが200から150に減少、ランページはアルティメットコストが 15% 増加と。マスター隊以上では圧倒的なピック率だったんですけど、今回のアップデートでどうなるかと。回復量は弱体化されませんでした。ロードホックはテイクアブリーザー、回復するやつですね。あれの使用後 2.5 秒間受けた回復を 50% 増幅、アナのグレネードと同じ効果があります。リワークは10月以降の予定なんですけど強化が入りました。贅沢言うと鈴みたいに解毒効果みたいなのも欲しいですね。でキャスディ、マグネティックグレネードに大幅な変更、最大距離が 10m に延長されてて、最大 6m ターゲットを追尾で 1.5m 離れた敵に向かって追尾して付着すると。スタックした敵の移動速度を 30% 遅くします。でこれで妨害の効果が追加、移動アビリティが発動不可になる効果がつきます。衝撃ダメージは0から10になってて、爆発ダメージは120から70、合計ダメージが130から80になってます。移動速度低下の効果は弱めなんですけど、移動アビリティが使えなくなります。ブリンクとか風切りとかレイスフォームとかソンブラのビーコンとか、あとは神出鬼没などが使用不可に。オーバーウォッチにおける1秒ってかなり長くて、しかもめちゃめちゃグレネード飛んでいきます。トレーサーとかソンブラとかゲンジとかリーパーキリコボールウィンストンのカウンターとしては結構強そう。でもなんか癖強いんすよね。たまにくっつかへん時もある。ハルトとかジャンカークイーンにつけても移動スキルがあんまないんであんまり意味なさそう。ただなんか無限の可能性を感じます。次メイちゃん、凍結ブラスターのダメージ秒間が100から55に減少、スプレーのスロー効果 40% から 30% から 50% の間で変化するように。スプレーを当て続けると特殊なエフェクトが出現して 1.5 秒間 75% のスロー効果があります。そしてサブ攻撃のダメージが40増加、サブ攻撃75プラス40で115、これがヘッドショットの場合 75×2 プラス40で190になります。オーバーウォッチ1のメイっぽい感じになったんかな。完全に凍るわけじゃないんですけどかなりヘッショしやすいです。メイちゃんもキャスディも近づいたらかなり危険な感じになりました。さらに地べたタンクキラーへと進化してます。でもスプレーのダメージは下がってるんで味方と連携しつつになるかも。半蔵は嵐の弓、最大ダメージが125から120、ヘッドショットの場合が250から242、ヘッドショットで250属、リーパーとかメイが倒せなくなりました。で明鏡止水、敵から撃たれるとホワーンって感じのなんかエフェクトを視認できるようになったと。250族は倒せへんものの200族は変わらずワンパン可能。総ダメージとしては10しか変われへんから、まあ全然使えそうな感じはします。でウィドウメーカー、距離減衰の 70m から 100m が 40m から 60m に、距離減衰の割合が 30% から 50% になりました。 50m 以上の距離では200族ワンパン不可、超遠距離からのワンパンがなくなります。まあ、前回検証はしたんですけど、かなりきつい。まあ、これ大幅な弱体化です。まあ、たまにはね、ウィドウのいないオーバーウォッチもいいんじゃないでしょうか。トレーサー、パルスピストル、拡散が 15% 増加。これも体感できるぐらいに拡散が増えてますね。まあ、さらに近距離で撃たないと火力が出なくなってます。キャスディの調整もあるし、トレーサーもわりかししんどいシーズンになるかもしれへん。でリーパーとモイラ、はい、これのレースフォームとフェードなんですけど、マグネティックグレネード、スティールトラップ、グラビトンサージに対して使用不可になります。今まで無敵で耐えれてたんですけど、これが不可能に。気をつけていかないといけないですね。でライフウィーバー、ヒットボックス、背中の花びらのヒットボックスが 10% 減少、ちょっと小さくなりました。でヒーリングブロッサム、これの最大回復量が65から75に増加、75までチャージ可能になってます。ソーンボレー、メイン攻撃ですね、これのダメージが5から6、射出半径が 0.1 から 0.125、弾薬数が60から70、回復面だけではなくて火力面にも強化が入りました。でペタルプラットフォーム、歩ける範囲が 15% 増加、お花がちょっと大きくなりました。発動する半径は半径 2m から 0.75m に縮小、まあ、間違えて踏む時もあるし、まあこれもいいんちゃうかな。でライフグリップ、これはクールタイムが20秒から16秒に変更で、対象の味方の体力を50回復するように変更と、まあ嬉しい調整ですね。でアルティメットの命の木、このアルティメットコストが 8% 増加、回復量と火力が上がったんで、ここのコストが増加してます。大幅にライフウィーバー強化されました。ただまあどうなんですかね、まだヒットボックスが大きい気がしないでもない。まあ、実際使ってみんとここは分かれへんよね。確実に強くはなってます。今回の調整はスナイパーの弱体が大きそうで、まあ、ウィドウメーカーが確実に減るかなと。で、キャスディが強化されたから、フランカーへの対応もしやすくなって、環境はかなり変わりそうですね。ウィーバーさんは使われるんかな、まあ、若干ウィーバー不安なところある。でメイちゃんも強そうですね。早くランクまで使ってみたいです。で今回ファンタジックなスキンも大量追加、軽く見ていきましょう。オリーサのグリフォン、ゼニアッタ、王室天文館、エコー、スライムクイーン、これ顔がめちゃめちゃ可愛いです。源氏、この絵、アナ、ポーラー、メイ、錬金術師、これちょっと可愛すぎませんか。でトレーサー、冒険家、今回のこれはミシックスキンです。レッキングボール、ハニカム、これもかなり可愛い。キリコ、盗賊、もういいっすね、かなりいい。ラインハルト、デーモンロード、これはハイライトイントロも追加されてます。ジャンカークイーン、グラディエータークイーン、こちらも新ハイライトイントロ追加されてます。まあ、ちょっとドゥームとお揃いっぽいんすよね。ラマットラ、ジェイドトーテム、ウィドウメーカー、ドライアド、なんかエロいっすよね。シンメトラ、マジないし、めっちゃいいです。ソジョン、バリスタ、これコーヒー屋さんです。ファラ、デビル、リーパー、イーグルウォーリアー、マーシー、ライフガード、待望の水着スキンです。専用ハイライトイントロもあります。モイラ、ブレイグドクター、これもハイライトイントロも追加されてます。普通のスキンやったらこんな感じ。ライフウィーバー、僧侶、ルシオ、銀融詩人、これルシオにぴったりすぎる。今回好みのスキンが多くて最高です。まあ、スキン貯金必須ですね。シーズン5は6月14日から明日っすね。楽しみです。ということで、今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。